それではゲストコーナーです。本日は元ミニシアト委員長塚本三郎さんにお越しをいただきました。よろしくお願いいたします。塚本先生と私は先々週になりますけど名古屋の方でですね、講演会ご一緒させていただいたんですが、私びっくりしましたのはいろんな代議士の先生方見てましてですね、相当大物の方でも引退されて何年か経つと講演会って運産無償してしまうのが通例なんですが、塚本先生の講演会では、私もお話しさせていただいたんですけど、そうそうたるメンバーがねあれだけお越しになるというのはすごいですよね。ありがとうございます。私が国会議員として30年間お世話になりました、はいはい、その間お手伝いをした、そういう中で特に名古屋を中心とする中小企業者の経営者の皆様方と相談に乗らせていただいて、お手伝いをした皆様方がずっと引退をする時にはそういう経営者が約500社あったんです。しかしもう引退したんだからということで、解散を私の方から要請いたしまして解散をしましたが、そんなこと言いなさるなと、肩掛け持って君と付き合っとるだけじゃないよと、これからもまた相談したり、あるいはまたお世話になった仲間同士の付き合いのためにもですね、新しくそれでは希望者だけで集まる機会を作ってください。そんなことで500社が解散して100社ぐらいは残りまして、またそれから10年を経ちましたらだんだん経営者の方がなくなって、それは無理に募るつもりありませんので、今6、7社残っておる。その方が中心になって新しく皆様方お誘いをいただいたという方もありますので、年に5、6回は120、30名の経営者の皆様方中心の勉強会をいたしております。そこら辺はね、先生のお人柄だと思いますけれども、先ほどのね画面にも出てましたけど、昭和33年に当選されて以来、当時は社会党で当選をされて、その後昭和35年に民社党ができてから民社党一つにということで、私も民社党の相当熱心なファンだったんですけれども、やっぱり今私も地方いろんなところで講演させていただくとですね、こういう時こそ民社党があったらと、もちろん小選挙区になってしまっているわけですから、議席は当然あの頃より減ってもですね、やはりそれなりの存在感というか意義があったんではないかというようなお話があるんですけれども、今の民主党、特に愛知のように元民社党が強いところだと民主党と思っている人が多いんですけれども、実はそうでないということをこの間私もお話しさせていただいたんですが、先生こう現状の政治状況をご覧になってどうお感じですか？誠に残念なことですけれど、もう与党も野党も政権の争いであって、国家というものは抜けてしまっている、ここが大問題じゃないでしょうか。私はもう若干ですね、宗教的なことも勉強してまいりましたけれど、権力というのはいわゆる仮の力と書くんです。本物じゃないんです、だから本物の仏教では大僧正の下にですね、仮の大僧正として権大僧正、あるいは人生で言うならば宮司様の下に仮の宮司として権宮司、権というのは権力の権と権と権力、権力というのはですね、実際のこの大自然に対する神仏の動きのですね、仮の力というものを預かるのが権力なんです。そうするとその神様とか仏様からあくまで委託されてるということですね。そう、委託されておるとともに、その魂をですね、国家大衆のために実現するのが権力、それを実際俺の力だとですね、取り合いをしておるのがですね、もう使命を忘れている、そこが大問題じゃないでしょうか。これはね、非常に感触のあるお話で、つまり権力というものはあくまで仮の姿だ、どっかこう超自然のところから固く委託されてるにもかかわらず、自分が勝ち取ったものだと勘違いをしている人が、多い、政治家はほとんどがそうでしょうね。だから権力の争奪に、いわゆるうつつを抜かしておる、
誠に残念なことだと思います。そうですね、まあ、これはあの世界各国そうでしょうけれども、例えばアメリカの場合はあの大統領の宣誓の時にあの聖書に手を置くようにですね、はい、まあ、日本に比べればまだ相対的に少しはその宗派さまざまでも宗教的なものがあると思うんですが、戦後民主主義というのはそういうものを斜唱した日々でございますからね、とうとうこうなってしまっていると、まああのはい、残念なことですけれどですね、はいはい、権力の取り合い、それはご存知の通り国民から預かったですね、はい、膨大な、まあ、今年言いますならば88兆円のお金、はい、そしてそれを動かす人事権、はい、こういうものをですね取り合っておりまして、何がためにですね、はい、いわゆるこのお金を使うのか、はい、何がためにですねどのような人たちが国家の役に立つような配置ができるかいう、国家というものに対するですね、いわゆる第一義的な目標をですねもう軽視している、ここが一番心配なところですね。ですからあのよく私冒頭ですね、民社党ありせばってなことで申し上げたんですけど、今も自民党よく言われることは自民党に不満はあるけど民主党にはもっと不安があるというようなことを言われていましてね、はい、いやあの民社党みたいな政党だったらそれこそお試し論でやらせてもいいけれども、今の民主党だったらと思う人もかなりいるんですね。でただじゃあ自民党がいいかというと決してそうならない、まあ、自民党がそうならない理由というのはいくつかもあるんですが、一つにはですねまあ、これが玉上事件の発端にもなったんですが、村山談話なるものがね、はい、まあ、自民党は未だにこれ否定をしてないわけですね、はい、で村山談話というのができたのは、これは村山さんが総理大臣だった平成7年の8月15日、はい、ということなんですが、まあ、その頃はもう先生は、平成7年ですと私もう引退してしまっていたんです。そうですよね、はいはい、でただそうは言ってもその経緯はかなりご存知だと思うんですが、はいはい、どういうもんだったんでしょう。私はね、はい、あの大東亜戦争で敗れた時、はい、大変残念なことですけれど、はい、私たちは侵略者だということを全部印象付けられた、そうですね、あの東京裁判、はい、これは復讐劇なんですね、はいはいはい、歴史というものはね、勝った者が勝手に書くんです、しかし時が経てば真実が一つ一つ出てくるわけです。だからソ連もですね、ロシアに変わった時に実は毛沢東をですね使ってシナ侵略をですね日本にやらせたのはですね俺たちの手に引っかかったんだということを堂々といわゆるソ連の中から白状しておる、はいはい、あるいはアメリカの方でもルーズベルトの側近がですね、はい、ご存知の通りですね、はい、ハリー・ホワイトというですね、はいはい、共産主義者がでそばにおって、はい、春ノートという偽のですね、はい、仮の宣戦布告らしきですね、日本は首を絞められて、はい、もう動かざるを得なくなった、はいはい、俺たちが仕掛けたんだよというようなことが堂々と出てきたら、はい、それを書き直さなきゃなりません、ね、ところがそれを書き直さずに侵略をしました、すいませんでしたというようなことを言って、それを今の民主党の皆様方が引き継いでおいでになることは極めてですね、国家にとって有識ことだと私は心配しています、はい、まあ、今塚本先生おっしゃったようにですね、日本の近現代史を見るときにどうしても見落としてはならないのは、そのソ連を中心にしてやったコミンテルンというその国際共産主義の組織があって、はい、これはあの国際共産主義の組織なんていうと今エスラモトと思うかもしれませんけど、当時はこれ大変な力を持ってて、はい、でいろんなところにこう指示を出したわけですよね、はい、であの中国共産党ももちろんその手のひらの上でしたし、アメリカにもその息のかかった人間が中枢に入ってたと、はい、でこの連中はともかく日本と資本主義の国同士を戦わせて疲弊をさせて世界革命ということを狙ってたという、はい、そのシナリオの上の一環ということですね、はい、いろんなことは今コミンテルンの話が出ましたから思い出したんですけれど、はいはいはい、昭和35年のご承知の岸内閣による安保条約の改定、その直前の34年に、はい、私は加藤静江さんと一緒にですね、はい、スイスのコーというところで、はい、あのモラルリーアーマメント、はい、道徳再武装運動の世界大会に出席しました、はい、その直後に
実はロンドンに行きまして、はい、いわゆる当時の社会主義インターの会長であったゲスケルという党首が、はいはいはい、